朝ドラ「とと姉ちゃんあらすじ予告」第101話「花山に」に内緒で広告を掲載7月29日金放送分危機物語出版社「あなたの暮らし」の資金繰りはますます厳しくなり背に腹はかえられないと常子は「花山」には内緒で広告を入れる決断を下しました広告主はすぐに見つかりました 雑誌の内容には一切口を出さないという約束のもと料理学校の広告を雑誌に入れるつね子しかしよしこがつね子のそんなやり方に猛反発しますよしこは花山の仕事ぶりや考え方に浸水していたのですつね子とよしこが対立する中花山はよしこを伴い闇市に足を運びます小麦粉を持っていくと その場でパンを焼いてくれるという話題の店を見学するためです大繁盛しているその店を見学した花山は最新号の目玉企画を思いつくのでした。